にどううししたらいいでしょう一問一答「病気は100万もあるが健康は一つしかない」と言われます。人はそれぞれ個性を持った人間ですから顔形がみんな違うように体質の違いによって病気の現れ方も少しずつ違ってきます。こんな病気あんな病気なんだけれど私にも効果がありますかなどと。 思思いいいの方がいられると思いますこの健康法を求めてこられる方の中でしばしば質問されることを特に絞って書いておくことにします。また日頃のちょっとしたパプニングでも使える応急処置も示しておきましょう。もっと詳しく知りたい方わかりにくいことなどがありましたら刊末の住所へ直接問い合わせていただいても結構です。 健康相談編質問1病院では原因や処置の方法がはっきりしないと言われたがそんな病気でも効果がありますかこの健康法は病名に対する治療法ではありませんいらなくなった老廃物や過酸化脂質などの体内毒素を皮膚から取り除くことによって病体質の偏りをなくし健康にする方法ですから病名や症状の重い 経緯は問いません。むしろ現代医学の盲点をつく健康法ですから現代医学では苦手な病気でも十分な効果が期待できると確信しています。質問に何何回ぐぐららい、何日ぐらい日で効果が出てきますか人によってケースバイケースなので期間を前もって決めることはできませんが通常週に3回から始めます。 そして、月をまたぐごとに、回数を減らし、最終的には、時折、温熱法を行う程度になるのが普通です。もちろん、食事の問題や汗を出す生活習慣に心がけることは不可欠です。そのような生活習慣が定着したならば、当然、体内の毒素は減ってくるのですから、温熱法の回数も減らせることになります。ただし アトピー性皮膚炎のように皮膚呼吸の機能が特に低下している場合などは1年以上の長い期間温熱法を行う必要が出る場合がありますそのようなケースでは端末に説明されているように健康法の講座を一度受けてご自宅で温熱法のセットを準備して行う方が経済的だと思います 質問3妊娠中や小さい子どもの場合でも温熱法をできますか妊婦はもちろんのこと1歳ぐらいの小さいお子さんでも温熱法はできますこの健康法は楽ちん健康法ですからベッドの上で眠るように心地よく行うことができるので多感なお子さんでも比較的スムーズにできますまた体質に合わせて行うということは 体質的な副作用を避けることと同じですから安心なのです。効果と安全が、この健康法の特徴になっています。質問4病院では、もう助からないと言われていますが、何かできることはありますかたとえ病院に入院中ということであっても、植物酵素を飲んで超熱を冷ましたり、部分的な温熱法を行い血行を促進したりすることはできます。 むしろそのような場合にこそ何かしてあげなければいけないのではないでしょうかちょっとしたことで病人の気分が楽になったり痛みが緩和されたりするものです薬や科学的な治療法を行うわけではありませんからお医者さんも反対はしないでしょうまた自宅に帰っている場合であれば体力的なことと相談しながら この健康法を実行してみてはいかがでしょうか。判断しかねるときは、電話でお尋ねされても結構です。質問後と方で通ったりできません。何かいい方法はありますか講座を一度受けて、ご自宅で温熱法の準備をして行う方法や、お風呂で温熱法の代わりができるナチュラルバス入浴法などを実行するのも一つの方法です。 その他健康食品をうまく組み合わせるなどすることも有効だと思います状況に応じてできることはいろいろあるのです選択にも幅があります一年に数回講座や研修会を開催していますあなたに適した方法がきっとあるはずです詳しいことはご自身または家族の方が問い合わせして確かめられるといいでしょう 応急処置編質問1風邪をひいてしまいましたそんな時にできることはありますかまず一番に考えていただきたいことは本当に風邪であるかということですよく熱は高くないが咳がひどい布団に入ると咳が出るなどと言われることがありますが人度構成が高くなっていることが考えられますので そのような場合は、美和温熱法が適しています。神聖の風邪の場合、寒気がする、布団に入って寝ていたい、熱が高いなど、もともと、体の冷えがきっかけでなっているのですから、自然に任せて暖かくして寝て、発汗ができるぐらいにしてお休みされるのが良いと思います。あえて言うならば、日頃、人と更生気味だと判断される方の風邪は、 穏やかな漢方処方処のカズラネが経験的におすすめできます。また逆に日頃影届くおだと判断される方の風であれば梅し茶がいいでしょう食品ではマンダ酵素大人ならティースプーンに山盛り1杯子供ならその半分ぐらいが症状を緩和してくれます食欲が出たらヨーグルトやリンゴのおろし汁 果物などもいいでしょう。質問に急な発熱があります。どうしたらいいでしょう肺炎や胸部疾患による高熱の救急処置法として豆腐パスタがあります。木綿豆腐をつぶしタオルにくるんで、局部に湿布するようにします。肺に熱がある場合は、胸だけでなく背中にも使用すると良い。 肺棄種など難事性のものはカイカイゴールドを塗りつけするといい場合があります。カイカイゴールドは薬ではないのに、その植物の示す冷たい性質が作用すると思われ、やけど、水虫、皮膚のかゆみ、虫刺されなどにも応用できて重宝な一品です。質問3怪我や手術後の痛みにいいものはないですかやや手術後の圧や痛みには、 キャベツの葉を使うと良い。キャベツのなるべく青い外葉を患部を中心に広い範囲でふんだんにあてがう指先を2から3針縫うようなけがならば腕全体に行うぐらいにしてください夏場であればキャベツの葉は冷蔵庫で冷やしておいた方が気持ちいい4から5時間ごとに取り替えるようにします使用して1時間もすれば不思議と 痛みや熱が取れてきます。ぜひ試してほしいまた痛みについては食事をコントロールするとあまり痛まずに済みます体を温めるような食品肉類魚類卵そのほか油脂を多く含む食品を避け消食粗食にするしばらくはそうめんところてんなど低カロリー食に努めるぐらいが良いと思います